高市さな氏は石破首相に対して退陣要求をするのかまたするのであればタイミングはいつなのかというのが非常に気になるところだと思います。そこで頭の体操として退陣要求をするのならどうなるのかそして退陣した後には高市総理の誕生はあるのかまた噂になっている高市新党の結成はあるのかといった気になる情報の前編をお伝えいたします。それでは、まずはこちらニュースポスト7。時効過半数割れの衝撃。 高市支持派が仕掛ける石破首相退陣要求のタイミング11月臨時国会での野党不信任案提出に抗応の可能性も国民の怒りがついに爆発しました時効は過半数割れに追い込まれ現役の大臣や大臣経験者さらには公明党代表の石井啓一氏まで落選するなど大物が次々と苦杯をなめる結果となりましただが政界全体を巻き込む 本当の大嵐がやってくるのはこれからです自民党総裁選で注目を集めた勢いで解散総選挙を乗り切ろうとした石破茂首相の目論見みは大きく外れ恨みを募らせた反主流派との清掃が始まります発火点と見られるのは高市早苗前経済安保省だがそれは両言の火のごとく燃え広がり日本の政界地図は大きく塗り替えられようとしています可能性はゼロではありませんが あくくまでも頭の体操としてご覧くださいね選挙応援で仲間づくり総選挙の終盤自民党内では政界秋の陣をにらんだ全く別の方向の2つの動きが見られました厳しい情勢が伝えられる中党執行部は選挙後の政権維持を必死で画策していました10月21日に関西での応援演説で悲痛に支持を訴えた石破茂首相は 帰郷すると自民党本部に菅義偉副総裁、森山博史幹事長、小泉進次郎選対委員長ら党幹部を集めて緊急会議を開きました。自民党中枢筋が明かします。情勢分析を踏まえ、過半数割れした場合を考えて日本維新の会や国民民主党に連立を打診することが話し合われました。連立の枠組みを自民、公明から維新や国民民主などに広げることで、 なんととか政権を維持しようというい動きですもうあらかじめ他党との連立を検討していたということになります一方高市早苗前経済安保相を支持する反石破勢力は選挙戦で高市総理の誕生を声高に訴えていました高市氏は裏金問題で自民党非公認や比例との重複立候補を認めないというペナルティを受けた候補と総裁選での自分の推薦人の選挙区を中心に 積極的に応援に回りましたこれは移動費も高市さん持ちでボランティアで回られていたんですよねそこでこちら高市さないしのポスト今回の衆院選の私の遊説について地上派の民放2局で不正確な報道をして私を叩いていた旨を側分しました例えば私が関西を中心に30箇所を回ったとかほとんど落選させてしまったという旨のご報道 旧安倍派が多いので非公認であったり、比例復活がなかったりするので、落選する可能性が高いところを回られたのです。私が街頭演説や決起大会演説などに伺ったのは、46カ所です。遊説地域は、ブロック別では、北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸新越、東海、近畿、九州でした。あんな短期間で46カ所ですよ。 これはすごいですよね。特に北海道、北関東、九州回り、2日間かかりました、は移動時間が長くなりましたので、遊説のご要請をいただいたうちの約3分の1を回ったところで時間的には限界でしたが、伺えない選挙区については、個人演説会場で流していただく応援動画を送信するなど、計62カ所に対応いたしました。 遠方での街頭演説で疲れ切って夜遅く東京の事務所に戻ってから動画を収録したり、飛行機の待ち時間に収録したりして、深夜に秘書が編集して各選挙事務所に送信。私も秘書たちも体力の限界まで頑張りました。もう本当に必死で真面目に回られたのがわかりますよね。もともと情勢調査で大激戦になっていたり、対立候補がリードしている選挙区を選んで回るわけですから、 私が演説をしたくらいで楽に当選できるはずもありません。残念な結果だった選挙区も多々ありましたが、選挙区当選や比例復活当選ができた選挙区も、それなりの数はありました。終盤に森山幹事長の2000万円バズーカー法が来ましたからね。これでよく当選できたと言えるでしょう。3年前の衆院選時の私は、政調会長でしたから、自分の選挙区に約3時間入った他は、 残り11日半は、党務として全国各地の遊説に励みました。今回の衆院選時の私は、役職もない自民党の一人の平政治家であり、奈良2区の一候補者です。自分の選挙区に2回に分けて合計7時間45分間だけは滞在させていただきましたが、それでも12日間の選挙期間のうち丸11日は他選挙区で過ごしたわけです。茨城県、埼玉県、神奈川県、 東京都、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県の隣接選挙区などは自分の車で回りましたが、党本部からガソリン代や高速道路の通行料金が支給されるわけでもなく、長距離を遅刻しないように運転してくれた私の秘書も大変な疲労だったと思います。つまりすべてボランティアで活動していますね。これはなかなか大変ですよね。遊説先の選定も、 総裁選では多陣営にいられた方も含め少しでも党の議席増になればと考えながら党本部職員から選挙情勢を伺いつつ遊説ルートを組み立てました総裁選で多陣営におられた方にも応援に行かれたということです次の総裁選目当てだろうなどという下品な報道はさすがに悔しいですね3年前の全国遊説先でも今年の総裁選を応援してくださった議員は ごく数名です実は私もこれに気づいていました3年前に高市さんが応援演説したのになぜ他人営にいるんだと思いましたね総裁選ではその借りを返すものですが人義を忘れて裏切る人が多いですよね選挙応援は純粋に統制拡大を期するもので3年も後の総裁選などとは無関係ですその裏切られた経験があるのに他人営の人にも応援演説に行くのは無償の行為であり 全ては自民党のためですね選挙後も特に党役員から異論の御言葉をいただいたわけでもなく平政治家が勝手にボランティア遊説をしていただけのことです党役員から異論の言葉はなかったそうです人望がない石破執行部らしい対応ですよねこれでは党内をまとめることはできないでしょうしかし高市さんは存在感を示すことができたと思います少なくとも心身ともに限界まで頑張った挙句に 不正確な憶測報道をされ、コメンテーターに叩かれるのでは虚しい限りです。今後は、統制拡大など地方遊説は党役員をしておられる方々の仕事と割り切り、平野一議員として政策活動に励みます。事実に基づかない虚偽情報を流した影響で、今後は応援演説には入らないと言われていますね。この長文を見る限り、そりゃ悔しくなるでしょうね。 そうして応援して回ったうちの一人である三谷秀弘氏。神奈川八区は高市氏とツーショットの街頭演説で、高市さなえ総裁を誕生させていく、高取秀一氏。新潟五区も私を国会に戻していただけたら高市政権を作ると訴えたのです。三谷氏は当選されましたが、高取氏は残念ながら落選されました。視線は選挙後の敵は本能寺に向けられていました。 高市支持派が逆襲に出るタイミング。その高市支持派は自民党が大きく議席を減らしたことでいよいよ逆襲に出る。今回の選挙は自民党内に深い怨念を生んだ。それが石橋首相には命取りになるでしょう。そう指摘するのは政治評論家の有馬晴美氏です。石橋首相は非公認などの処分で旧安倍派を中心とする裏金候補たちにお前たちが落選しても自業自得だ。 と粛清を図った。当然、生き残った者も,も落選した者も,も深く恨みます。それでも、自民党が選挙に勝っていれば強引に批判を封じ込めることができたかもしれないが、大きく議席を減らした以上、間違いなく首相の責任論が噴出する。石破嫌いの麻生太郎元首相が率いる麻生派や旧安倍派の反主流派はここぞとばかりに、高市の方が総理にふさわしいと石破おろしに動き出すでしょう。 これは私の動画でもよく紹介する経済評論家で麻生太郎氏に近い渡辺哲也氏が、石破首相が退陣した後は高市氏しかいないと X でよくポストしていますね。高市氏はそれを見越して準備してきた。9月の総裁選の決選投票で逆転負けした後、麻生氏から、次の総理となる、用意しとけ。議員は仲間づくりが大事。とアドバイスされ、選挙の応援に全国を駆け回ってチャンスを待っていたわけです。しかも、 反主流派ににはいいつでも石破首相を対人に追い込める切りりり札ががあまますす政治ジャーナリストの宮崎信之氏が語ります衆院が与野党白昼状態になったことで高市氏や麻生氏ら反主流派が石破政権の命運を握ったたとえ総理の座にしがみつこうとしても野党が内閣不信任案を出した際に石破氏に恨みを持つ旧安倍派など反主流派が賛成あるいは欠席すれば不信任案が成立する。 そうなれば内閣総辞職か、もう一度解散総選挙を打つかを迫られる。事実上、解散は無理でしょう。そういう状況に置かれて党内から退陣要求を突きつけられれば、抵抗するのは難しい。野党が内閣不信任案を出した際に、石橋に恨みを持つ旧安倍派など反主流派が賛成、あるいは欠席すれば不信任案が成立する、というのはいわゆる造反ですよね。 これは単なる頭の体操であって本当にするのかなと思いましたら、こちら経済評論家の渡辺哲也氏。国民民主が石場にも野田にも入れないとしているので、政権交代はないですが、主犯指名後に内閣不信任が出れば、自民党内の増反で不信任が成立する。この場合、内閣総辞職または解散総選挙です。自民党内の増反で不信任が成立すると言われていますね。 これはニュースポストセブンの記事と同じ可能性を示唆しています。渡辺氏は麻生氏と近いので信憑性がありますね。では高市支持派はいつ、当格を仕掛けるのだろうか。最短なら特別国会の主犯指名選挙もあるが、11月中にも召集される臨時国会が山でしょう。野党が内閣不信任案を提出するのは確実です。その時に自民党の反主流派が不信任案賛成をちらつかせて退陣を要求すれば、 石破首相に逃げ道はない当然つまり実際に不信任案で反対するのではなく立憲が不信任案を出すことが確実になった時に退陣を要求するということになるのではと指摘されていますこれを断ったとしても不信任案が成立すれば内閣総辞職または解散総選挙のどちらかを選択しないといけなくなりますそうなると解散はしたところですからやれば有権者の反感を買ってさらに負けるので選択肢は内閣総辞職しかないのです なので高市陣営は何もせずに立憲が不信任案を出すまでじっと待っていればよいということになるでしょうこれは非常に現実味がありますがやはり頭の体操として捉えておいてください党内に強力な反主流派を抱えた石破首相が総選挙で議席を大きく減らしましたその段階で死にたいになるのは時間の問題なのですそして自民党内の混乱がより深まるのは石破首相退陣後です そこでで気になる続きです。ニュースポスト7どうなる政界地図石破首相退陣となればさらに深まる自民党内の混迷菅氏岸田氏らキングメーカーの巻き返しで高市総理誕生は遠のくか自民党は選挙前より60議席近くも減らし歴史的な惨敗となった今回の衆院選政界全体を巻き込む本当の大嵐がやってくるのはこれからです 自民党総裁選で注目を集めた勢いで解散・総選挙を乗り切ろうとした石破茂首相の目論見みは大きく外れ恨みを募らせた反主流派との清掃が始まります発火点と見られるのは高市さなえ前経済安保省です。野党が内閣不信任案を提出すれば高市氏を支持する反主流派が不信任案賛成をちらつかせつつ石破首相に退陣を要求するという展開もあります もはや絶対絶命の石破首相。今後の正解地図はどう変わっていくのか。高市さんが発火点になるかどうかはわかりませんが、今回内閣不信任案が転換点になるのは間違いありません。野党が内閣不信任案を出しても今までなら与党が過半数あったので否決できましたが、今回の衆院選で野党が過半数を超えたので、もはや内閣不信任案は季節の行事というスタンスではなくなったのです。菅、岸田がしく、高市包囲も、 自民党内の混乱がより深まるのは、石破首相の退陣後です。自民党でポスト石破を決める総裁選が行われるとなれば、前回総裁選で石破氏に僅差の2位だった高市氏が最有力候補なのは間違いありません。だが、政治ジャーナリストの宮崎信幸氏は、高市総理が誕生する可能性は高くないと見ています。強力なライバルたちが立ちはだかるからです。 高市氏は岩盤保守層の強い支持があり、前回総裁選は党員票で1位だったが、決選投票で敗れたのは石橋の方が、選挙の顔として国民の受けがいいと判断されたからです。来年夏には参院選が控え、衆院は与野党白昼状態となった。次の総理総裁には、参院選の顔としての役割と、連立やパーシャル連合に向けた交渉が求められる可能性がある。そうなると、 高派の高市氏は不利になる。国民民主党の玉木代表は総裁選が終わった後に X で高市氏の政策の方が良かったとポストしていましたのでこれはあくまでも宮崎氏による考え方です手堅い政治手腕を持つ鳩派の旧岸田派の林義正官房長官や旧茂木派の加藤勝信財務相が有力候補に浮上するはずです両者ともそれぞれ他の旧派閥からも支持が得られる候補者であるということも大きい 林義正官房長官は石破首相に票を入れた岸田派なので、石破首相が退陣すれば今回の先犯の一人であり、かつ石破内閣の官房長官としての責任もあるので、能力云々の問題ではなく支持は広がらないでしょう。そして加藤勝信財務省は総裁選で議員票が推薦人の人数である20人を下回る16人だったという結果でした。この二人がもし選ばれれば、また党員の意向を無視した結果になりますので、 さらなる違反を招くことになるのは議員たちも理解していると思われます来年7月には参院選や都議選という大事な選挙が控えているので党員に人気のない人が選ばれることはないでしょう前回総裁選で3位の小泉進次郎氏も有力候補の一角です進次郎氏は衆院選の先般で選対委員長を辞任したところなので一回休みですね9月の総裁選はキングメーカーの戦いでもありました 決選投票で菅副総裁と岸田文雄前首相が石橋を支持し、麻生氏がバックについた高市氏を逆転しました。林氏と加藤氏、新次郎氏はその石破政権で徴用されている主流派です。次の総裁選は高市氏が本命のように見えても、決選投票で再び菅副総裁、岸田前首相というキングメーカーの支援を受けた主流派の3人が結束し、 高市氏の総理就任阻止のために包囲網を敷く可能性が高い石破政権を倒された主流派の反撃ですそうなれば高市氏の勝ち目は薄い菅副総裁と岸田前首相は石破首相が退陣すれば先般になりますので大きな顔はできず前回の総裁選のような動きはできなくなりますなので高市氏の勝ち目は薄いというのは来年の選挙があることを考えればむしろ高くなります ということで前編は高市支持派が仕掛ける石破首相退陣要求のタイミングについての頭の体操でしたが非常に信憑性がありましたねそこで後編は高市新党ができればどうなるのかという頭の体操の話になります非常に興味深い話になりますので明日の後編も楽しみにお待ちくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました